カハクカハクは、中国神話に登場する黄河の神。人の姿をしており、白い亀、あるいは竜、あるいは竜が引く車に乗っているとされる。あるいは、白い竜の姿である、もしくはその姿に変身するとも、人頭魚体とも言われる。元は、ヒョウエビス、または、タノムエビスという人間の男であり、ヒョウエビスが黄河で溺死したとき、 天庭から火白に命じられたという。道教では、ヒョウエビスが、川辺で戦薬を飲んで千人となったのが火白だという。若い女性を生贄として求め、生贄が耐えると、黄河に洪水を起こす。黄河の支流である、落水の女神である、落品を妻とする。落品に恋した工芸により左目を射抜かれた。四季二十九巻川巨書、第七に、ためわが、いい火博 形のに夫人と、科博もと、形多企議付属という記述がある。祖辞休暇に、科博の死がある。日本では、科博を、カッパの異名としたり、科博を、カッパと訓ずることがある。また一説に、科博が日本に伝わり、カッパになった、ともされ、科博が、カッパの語源とも言う。これは、古代に、甘い儀礼の一環として、同教呪術儀礼が、 大和朝廷に伝来し、在地の川上信仰と集合したものと考えられ、日本の6世紀末から7世紀にかけての遺跡からも、河白に捧げられたと見られる牛の頭骨が出土している。このため、研究者の中には、西日本の河童の起源を6世紀頃に求める者も、いる。最有期の登場人物の佐五城は、日本では河童とされるが、中国では河箔とされる。 科伯は、高栗及び不与建国者の母方の祖父である。ありがとうございます。